まずはじめに、CS のかかった大事な時期にこのような引退試合を催していただき、球団関係者、監督コーチ、選手、そして中日ドラゴンズの監督コーチ、選手の皆さん、ドラゴンズファンの皆さん、本当にありがとうございます。16年前、西武ライオンズに入団してから16年、西武ライオンズでは9年、嬉しいことも楽しいこともいっぱい経験させてもらいました。本当に感謝しています。そして7年前にトレードでこの第二の故郷横浜に帰ってきました。それから今日まで、来年の今日はないという気持ちで必死でバットを振り続けてきました。怪我もたくさんしましたが、トレーナーさんや裏方さん、本当に親身になって、支えてくれ、また次の試合にというふうに本当によく面倒を見てもらいました。本当にありがとうございました。これからまだまだ CS に向けて、 CS 仕様に向けて選手はもっともっと頑張ってくれると思います。皆さん、大きな声援よろしくお願いします。横浜スタジアムの代打に出た時のあの大声援、ゴメスコール、本当に嬉しかったです。本当に感謝します。ありがとうございました。ベイスターズは、すごく明るく、みんなが元気のあり、活気のあり、素晴らしいチームです。そんなチームは強いです。最後になりますが、16年間支えてくれた嫁さんと子供、そして家族、両親、最大の感謝の気持ちを込めてお礼を言いたいと思います。本当に今までありがとうございました。最後に、僕を今まで支えてくれたファンの方々、大声援を送ってくれた最後の方々、大声援を送ってくれたファンの方々、そして松坂世代の一員としていられたことに感謝し、今日引退します。本当に今までありがとうございました。続きまして、後藤選手へ花束の贈呈を行います。はじめに両チームより花束の贈呈です。贈りますのは
横浜高校の同級生で甲子園春夏連覇を共に達成した中日ドラゴンズ松坂大輔選手、横浜 DeNA ベイスターズ小池正明カーブ外野手の送迎コーチです。後藤選手のご家族より花束が贈られます。後藤選手、16年間お疲れ様でした。ファンの皆様、ゴメス後藤武俊選手へ最後まで温かいご声援誠にありがとうございました。
以上をもちまして、横浜 DeNA ベイスターズゴメス後藤武俊選手の引退セレモニーを終了いたします。